sua mãe ver. あ、明日ね、中学生をね、あの、新人戦って言ってね、あの、またこれは勝ち抜き県大会があるしね、あの、今回はね、あの、新人戦、両親は一人しかいないから、ちょっと試合出れないけど、アパレル1人はね、団体戦3人なんで、明日一応ね、また勝ってくるから。で、この間もね、月曜日試合があって、四魂入ってて、ね、新人チームでやる一応県大会で、 あの、大島中華屋2位になりました。ね、決勝は代表戦でね、赤いと光が同じ子に、あんぽんぱんでやられちゃいましたけどね。しっかり、やることやってね、言われたことやってると、倒せるんだよ。分かって。ね、包丁でバーンって野菜切ったってさ、星野が切ったの切れるだろ？料理人が切っても切れるだろ？ね、その包丁が技で、まあテクニックとかあるけど、 だとすれば普通にパーンってやればね、そのものがちゃんとできてるよ。技ができてるよ。切れるもん切れる。ハサミで切れるもん切れる。ね。そのために、ちゃんと一個一個技に対しての力が足りないから、自分の体をその技っていう形にできないんだよ。膝を曲げろって言えば曲がらない。ね。腕を上げろって言えば上がらない。上げてるじゃん。上げ方が足りない。曲げ方が足りない。 そういうふうに解釈してくんないと、言う方が大変になっちゃうんだよ。手上げろ、上げてるじゃん。上げてる人には上げろって言わない。お家でもそうだよ。勉強やってねえじゃん。やったよ。それ足りないってことを言ってるんだからね、みんな親も先生も。よくその辺理解しなよ。勉強やれよ。やったよ。違う。足りない。 確かにやってはやるよ。やってないわけじゃない。ね。その言葉の解釈っていうのが少し足りないから。そこを、よく気をつけて世の中に接してね。なんとかって言われたってことは、その部分が足りてないから言ってよ。それはやってるよ。やってるけど、ここまで届いてないんだよ。そういうふうに今から頭の中で解釈していると、 今後ね、いろいろ物事が分かりやすくなって、言ってる方もね、あいつなんか言ってることが分かるから教えやすい。どんどん教えやすい子には行くんだよ。教えづらい子より、世の中はね。そのためにも自分たちでやってるよとかってね、反発するんじゃなくて、なんでやってるのにやってないって言われるのかなって。ちょっと考えてみるのもいい。 怒りっていうのは6秒ぐらいがピークだから、6秒ぐらい我慢してからやると、意外に怒んなくて済むから。ね。でも、こう、矢継ぎ早にやれば6秒やっても我慢できないこともあるよ。ね。自分でやってるのに、やってねって言われたことは足りないからかな。ちょっと冷静になってる。ね。そうすると物事もっと開けてくると思うよ。親との関係もね。 やってるのにやってないっていう。ね、親もやってるかやってないってことはやってるんで知ってろ。足りてないよってことが言いてる。ね、よくその辺考えて物事をしてください。はい、風邪ひかないように。